ブルックリンは2015年に制作されたドラマ映画。アイルランドイギリスカナダアメリカ合作。監督はジョン・クローリー。脚本はニック・ホーンビー。コルム・トビーンによる同盟の小説を原作としている。出演はシアー・シャローナン、エモリー・公演ドーナル・グリーソン、ジム・ブロード・ベント、ジュリー・ウォルターズなど。 時代は1951年と1952年、アメリカ合衆国のニューヨークブルックリンクに移民したアイルランド人の若い女性の物語である。彼女はブルックリンですぐさま恋に落ちるものの、郷里アイルランドで問題に巻き込まれ、2国の間で選択を迫られる。2015年のサンダンス映画祭でプレミア上映され、映画評論家に賞賛された。 2015年11月4日にはアメリカで限定公開され、11月6日にはイギリスで限定公開された。アカデミー賞では作品賞、主演女優賞、脚色賞の3部門にノミネートされた。アイルランドの田舎町。年頃の娘エイリッシュは閉鎖的な環境の中、食料品店で自らの可能性を磨く機会もなくくすぶっていた。そんな彼女に、 アネ・ローズはニューヨークで働く機会を用意してやる。胸を膨らませ、アメリカ行きの客船に乗ったエイリッシュは、見ず知らずの乗客に激励を受けながら、新天地で第一歩を踏み出した。だが、慣れないデパート勤務と勤労女子たちとの寮生活の中、エイリッシュから余裕と向上心は失われていった。ホームシックに悩む彼女に、 世話役のフラット神父は大学の会計士コースの受講を進める。それに従う彼女は少しずつ自信を取り戻し、要望に華やかさを表すようになっていった。そんな彼女をパーティーで認めたイタリア系の青年トニーは一目惚れの末にプロポーズをしてくる。今や立派なニューヨークっ子になったエイリッシュも彼の気持ちを受け止め、二人は幸福のうちにちぎりを結んだ。 そんな矢先、エイリシュに、故郷の町から、姉の不法が届く。急ぎ帰郷した彼女は、そこで、昔馴染みの青年ジムと再会した。大切な家族に降り注いだ不幸から立ち直ったエイリシュ、は、立派な紳士となったジムに優しく接され、その包容力に身を委ねたい気持ちを育まれてゆく。トニーへの後ろめたい感情を次第に忘れてゆく、彼女ではあったが、 かつての雇い主であったミスケリーは、彼女が既婚者だという秘密を暴く。エイ主ッシュにとって、それは霊水を浴びせられるような経験であり、もはや帰る故郷はない事実の証明であった。ニューヨークで、妻の帰還を待ちわびつつ、仕事に精を出すとにいい。彼は、ある日、通りの向こうに愛する女が立ち、微笑みかける姿を見るのだった。 原作者のコルム・トビーイン主人公の故郷という設定のエニス・コーシー原作のブルックリンは2009年にアイルランド人小説家のコルム・トビーインが英語で刊行した小説であり、この作品はコスタ賞小説部門を受賞したほか国際インパックダブリン文学賞にノミネートされている。監督はボーイーで高評価を受けたジョン・クローリー。 脚本は17歳の肖像や私に会うまでの1600キロなどのニックホーンビー。主演はニューヨーク生まれながらアイルランドで育ったシアー社ローナンであり、ローナンの両親はアイルランド人である。2014年4月1日にアイルランドで撮影が開始され、ウェックスフォード県エニスコーシー、ウェックスフォード、ダブリンなど様々な場所で3週間にわたって撮影が行われた。 エニス・コーシーは原作者のコルム・トビーインの出身地であり、主人公が生まれ育った設定の街である。アイルランドでの制作が終了すると、一行はカナダのモントリオールに移動し、カナダで4週間にわたって撮影が行われた。アメリカ合衆国のニューヨーク・コニーアイランドでも2日間の撮影が行われている。2015年1月26日のサンダンス映画祭で、 プレミア上映された。プレミア後には、ワインスタインカンパニー、フォーカス・フィーチャーズ、ホックス・サーチライト・ピクチャーズの間で入札戦争が勃発したが、ホックス・サーチライト・ピクチャーズが争奪戦に勝利し、900万ドルでアメリカとその他、複数地域での販売権を獲得した。この契約は、三段ンンス映画祭でプレミア上映された作品としては有数の規模だった。 2015年のトロント国際映画祭のスペシャルプレゼンテーションズ部門での上映作品に選択された。2015年11月4日にはアメリカで限定公開され、11月25日には通常公開された。日本では2016年7月1日に全国公開された。本作の脚本を務めたニック・ホーオンビー主演のシアー社、ローナン本作品は、 三段数映画祭でプレミア上映されてスタンディングオベーションを送られた。ロッテントマトズは222の批評をもとに本作品の支持率を97%とし、平均点を10点中8.5点としている。メタクレティックは42の批評に基づいて過重平均値を87点としており、甘ねく賞賛されているとしている。 アカデミー作品賞へのノミネートに対して、シドニーモーニングヘラルド氏は、この作品は、ノミネートに値すると書いた。2016年2月初旬時点で、カナダ単独の興行収入が400万カナダドルを超え、2015年に公開されたカナダ映画の中で、最高の成績を記録した。アイルランドでは、初週に87巻で65万ドルを稼ぎ、 1996年以降では1996年11月に公開されて66万2000ドルを記録したマイケル・コリンズに次ぐオープニング記録となった。1100万ドルという制作費ながら2016年4月13日時点では北、アメリカで3820万ドルを、その他の地域で2170万ドルを、計6000万ドルを稼いだ。 第88回アカデミー賞では作品賞、脚色賞、主演女優賞にノミネートされたが2016年2月に行われた受賞式では3部門とも受賞を逃した。脚本家のニック・ホーン・ビーは17歳の肖像に次いで2度目のノミネートであり、ローナンも償いに次いで2度目のノミネートである。ローナンの演技は英国アカデミー賞主演女優賞。 放送映画批評家協会賞主演女優賞、ゴールデングローブ賞主演女優賞、全米映画俳優組合賞主演女優賞にもノミネートされており、英国インディペンデント映画賞で主演女優賞を受賞した。ジュリー・ウォルターズは英国アカデミー賞女演女優賞にノミネートされた。ミルバレー映画祭、バンクーバー国際映画祭、バージニア映画祭で観客賞を受賞している。 ハンプトンズ国際映画ではエモリー公演が新人賞にノミネートされた。ありがとうございます。